おはようございます。おはようございます。本日はちょっと一風変わった鉢を手に入れたので、はい、これ鉢には見えないと思うんですが、ここが鉢になってるんですよね。ひっくり返すとほら穴が開いてるでしょ。でどういうふうにするかっていうと、ここにふわっとした木を1本植えて、ここにこう小物を1個置くとか、そういう使い方でちょっとテーブルの上で楽しむような鉢、ね、発想が面白いですよね。変わり鉢です ね。これは私も一つ持ってますなかなか京都の体感店、うん、持ってきてもらったんですよ。注文しといたらね、はい、作ってるのがマルコさんですね。あちらの方だったんですね。あ、そうなんですね。で、うん、上野グリーンクラブで会うんですけど、出張販売してたんですね。知らなくてびっくりしました。マルコさんの鉢、マルコ鉢でいいんですかね、名前は。でしょうね。あの落款は真なんですよ。まって書いて、真って書いてありますよね。でこれに何を植えるか考えたんですけど、この穴ですからね、極小ですからね、いろいろこちらにありますね。まずこれはね、橘っていうあの木ですね。みかんが、ちっちゃいみかんがなる金図みたいなものなんですけど、金図ではなくて葉っぱの感じからすると柚子とかレモン系です。これは種まいて、これで何年経って3年生ぐらいかな。曲がいいですね。これ網伏せです、うん、網伏せですね。でこういう感じと、あとこれが入ったら面白いなと思うんですが、椿、ね、ただ根っこの具合ではちょっときつすぎるかもしれないね。だいぶちっちゃいですもんね、これ。そう親指ぐらい。そう、親指ぐらいなの。であとはね、これがあのシシバのツタですね、はい、シシバ、もうシカシカシカってこうクシャクシャってなってるのね。これは常緑なんでね、やっぱテーブルに飾るんだったらこういった感じの常緑のものが、今もみじとか植えても葉っぱないんで悲しくなっちゃいますから ね、うん、ね、冬枯れを表すのであればこれがコナラの実生、うん、2年生よく曲がってるのでこんなのもピヨーって生えて、ね、下にね草植えて植え替えたら可愛いのできます、うん、屋久島のアゼビ、これ花芽です。ただちょっと大きいから多分入んないな。入んない。入んない。根がすごいと思うんでね。本体は可愛らしいんですけど。ですね。サイズは2つ。そうですね。穴の大きさもちょっとこっちのちっちゃいですかね。そう、ちょっとちっちゃい。ちっちゃいのはね、こんなのどうかなと思って。まだ掃除してませんけど、うちの森いちご。森いちご。うん、実ができてます。うん、あの、四季なりなんでね、今頃でもなります。これもいいんですよ。これなんだかわかんないでしょ、汚いからね。猫柳なんですよ、姫の。猫柳、姫の猫柳で、そこから作業するとこれはちゃんと猫柳になります。あとこんなもう草もね、ちょっと用意したんで、もう草も冬になってるんでね、なかなかこれも、見せ場やですね。見せ場や、見せ場や、五色見せ場や。ちょっと寒さに当てちゃったんで縮んじゃったんです、ね、でこれがあの月味噌、こういうものを合わせていったらどうかな、はい、一応このレンガっぽいやつも、うん、レンガのは難しい園芸っぽいですもんね。うん、レンガ難しいですよ。レンガ草の方が合うんですけどね。なるほど。何が入るか実際に根っこを見ないとわからないので行ってみます、はい、まず立花から、はい、結構張ってんですよね。あ、取れました。よいしょ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 。これね、粘りもね可愛いよ ね。今冬なんであんまり根なんか切れませんから、軽く落として入りそうですね。そうですね、うん、入るかもしれない。ちょっと洗いますね、はい、こういうこれしっかりとしたしっかりとした木です、うんね、これなら入るかな。入りそう。こっちの方が大きいもんね。こっちの方がいいよね、うん、あ、これはもう大丈夫だ。なんとかツタ、シシバ、シシバ、シシバのツタです。名前はわからない、ただシシバなんで、シシバツタっつったら、これもいける。縦ほら立たないか。こんにちは。小さい方はイチゴ、イチゴはこの枯れた葉っぱを取ります。ここは前に、結構根張ってますね。このイチゴが良くなるんですよ。ね、前やりましたっけ？前も右できてましたね。ね、できたよね。うん、ね、とりあえず3つ、うん、
3つ。私的にはこれ気に入ってんだけど、赤でしょ、黒でしょ、うん、黒がいいかな、黒の方が合うかな。ちょっと入れてみましょう。おー、ギリギリですね、うん、ギリギリ。でも入んなくはないです。深いんですよ、意外と穴が深いので、うん、入っちゃう、入っちゃう、うん、あ、大丈夫ですね。ちょっと寂しいかな。もうちょっとこういう風になった方がいいんだけど、雪柳とか猫柳のもうちょっと背高いのがある、うんうんうん、合う。猫柳のね、細くて背高いのをね、作ってないんですよ。ちっちゃくしちゃって残念ながら、ね、残念ながらないんです。網止めて、網入れるんですね。やっぱり網入れないと、ほら、あ、結構穴大きいもん。ちっちゃいのに植えてみる、どうかな。小さい方が合うかもしれない。ああ、確かに。ほら、こんな感じになる。ほら、ね、植え付ける前ですけどね。うん、この方がいいでしょ。ああ、いいな。なかなか面白い。で、さらにちっちゃい。いちごちゃんが向き的にはこう。いちごでもおかしくない。ちゃんと植えればおかしくない。ほら、いちご入った。いちご。いちご。それでこれね。この状態で。なるほど。ちょっとちっちゃいような気がするんだよね、私ね。こっちもやってる。そうですね、うん、背が低いとね、ここがね、大きく感じられちゃうので。ただやっぱ色は映えますね、やっぱ。そうそう、やっぱ、ね、あのこの鉢はやっぱ常緑じゃないと。あ、まあもみじなんかもね、うん、いいかもしれない。細いのあったらいいんですが、ね、今の感じだと葉っぱがないので、見た感じがね、よくわかんないと思うので、ね、これちょっと根っこ張ってますから、こっちの方がサイズ的には合うはず。頑張って植えれば、うん、入ります。このくらいあった方が、このくらいあった方がいいです。そうですね、そうです。いいかも、いいかも、いいかも、ね、いいかも。なんかちっちゃい人の天杯とか置きたくなる。そう、後で出しましょうかね、うん、いろいろ持ってるんでね。これ植えるのは簡単なんでね、そんなにあれじゃないですよ、はい、これはいつもと一緒、ピンセット必需品です、うん、で、洗い土、もう小さい穴なんで、これくらいが、うん、ゴロがこのくらいかすかに、ほんのちょっと。これも3粒サムアンプ系ですね。3粒で、これみかん寒がるんでね、切りませんので。本当春に植える人はもうちょっと切ってもね、いいかなと思いますけど、向きを考えるので、私の方まあね、こういうこれでずっとってわけにはいかないですけど、楽しむのに、これから迎えるお正月に向けて、ね、うん、ちょっと楽しいかなって思いますね。お客さん来たらびっくりしますよ生きてんのって必ず。あとはこれで土を、苦笑の土を埋めていきます。立ち花はね、あのみかん類なんてでね、寒がるんで、もうお家の中で結構です、うん、ね、外じゃ寒すぎるんですよ、埼玉のこの辺だと、うん、もう今日の夜マイナス行きましたのでね、明け方に。だから窓辺のところに置いて、ただ乾燥しますね、家の中に入れると、うん、そうですね、だから気をつけて置かないとダメなんで、これ水盤の上に置いても無意味ですからね、うん暖房ある部屋じゃない方がいいですよ。だから暖房あったらもう1日5回ぐらい水やるようになっちゃうから、それはちょっと。玄関とかね、うん、まあ、凍らなきゃどこでも大丈夫ですよ、水この不思議な映像なあと苔張っちゃうと全然変わっちゃいますからね。苔を張ります。苔をね、どうやって保存したらいいかって時々聞かれるんですけど、はい、道端にこういう苔生えてて、うんうん、でちょっとこう路肩のやつとか取ったら日陰で乾燥するんです。あ、乾かしちゃう一回。そうです、うん、カラッカラに、日向じゃなくて日陰で。だから取ったら箱、段ボールとか、うんうん、あといらない空き箱に入れといて、それでしまっちゃうの、雨当たんないとこに、はい、そしてカラッカラになってバリバリなんですけど、使う時に水かけて戻すと、うん、ラーメンみたいにすぐ戻りますから。緑のままですか。はい、はい、あの取ってきてすぐ使えない場合があるじゃないですか、うん、いい苔あっても。冬場だとね、そうだ、3ヶ月ぐらい大丈夫。すごい便利あんまり長すぎると、うん、やっぱり死んじゃいますね、あんまりカラカラにしとくとね。で、あの水をかけて
生きたまま保存しようと思うと腐ります、うん、意外と。はい、うん、こんな感じです。素敵、面白いよね、うん、面白い面白 い, 面白い。次はあれです、3つ作ったところで小物を載せてみましょう、はい、一緒なんですよね、やり方は全部ね。ただその鉢の選び方っていうか、うんうん、合わせ方を今やってるわけで、うん、でも結構やっぱ背の高いものっていう感じですかね、流れが出やすいものですね。そう、 流れがあった方が面白い、うん、だからあの本当はモミジのふわーっとした木を植えたいんですが、うん、今植えても目立たないからなんだかわかんないからね、うん、とりあえず違うのにしてみましたけどね。春先は面白いのができると思います。松でもいいよね、お正月だったらね、うん、あと赤い実がここにポンって1個あるのでも可愛いですよね。そうさてこれね、こうこう根を入れて、根を入れてちょっと前に倒すような形か、こっちね、うん、もう引っ張るときに、ま、前に倒したいときはこっちに引っ掛ける、後ろにやりたいときはこっちに引っ掛けると、うんうんうん、引っ張ると安定します。このいちご小さい鉢でもね、なるからね、だんだん木になってくるんですよ、ここが立ち上がってきて、このぐらいの高さになって上の方でね、なる。いちごの実は大きくなります？そんなになんか、もともと小さいので、こんな大きい鉢で育てても実はこのくらい、あの小指の先ぐらいにしかならないです。美味しいです、すごくすごく美味しいです、すごく美味しいです、食べますしょっちゅう結構深いから入るわな、うんうん、はい、ずーっと近所の苗木屋さんがお歳暮にね、うん、苔のね、クズをくれるんですよ。松竹梅っていうのがあって、それに苔を大量に使うんですが、うんうん、松と竹と梅を植えたね、お正月ね、お正月飾り、うん、それに苔をうんと使うんですが、こんなちっちゃいクズが出るんですよ、うんうん、これ使わないんですよ、普通のうちは、はい、でね、それを乾燥しといてね、はいってうちはこれ1個で1個できるのでとても助かってます。大野さんが正月飾り作ってるんだと思って聞いてました。あ、作りましたよ作りました、あ、もうあの全部出払ってます。あ、もう売れちゃった。1個一つね、あの実家に持ってこうと思って。あ、実家ある、あるあるけどね、大した変わったやつじゃないですよ、うん、あのコミュニティセンターで教室を頼まれたので、その時に作ったやつなんでね、ーんノーマルな、本当にノーマルな鶴さんがこう立ってるような。豆じゃない、豆じゃない、豆にするには梅が高すぎてちょっと使えないです。ああ、そっか、うん、こうでしょで、こうでしょ、うん、こうでしょ、みんな流れ一緒だよね、穴の位置が一緒だからね。で、ここに雪の中の、うん、どう？雪、本当はね、松の方がね、こう心拍でも、このサイズのはね、今ね、ないかって。これは何の実でしたっけ？白下。あ、そう、はい、いかがでしょうね。今ある素材だけでやったので、うん、今の時期にちょっと映えるものやりましたけど、春だったらやっぱふわっとしたもみじとね、一本の赤松の木あるんですが、こう長くなってね、うん、よれてるのとかね、それから草も石章とかもね使えますし、うん、まあいろいろ取り替えて楽しめると思います、うん、苔でも最悪ね、うん、悪くないですよね。そうですね、苔だけでも、ね、うん、苔だけでも面白い苔があったらね、うんうん、こういう苔じゃなくて立ち上がる苔もあるし、ね、いろんな苔あるんで、うん、お家の中でもちょっと楽しめるという、うん、これはまた大野さんで買えるんですか？お正月にグリーンクラブの方で全国商品盆栽名品店という催しがあるんですけど、12、13、14ですね、1階の方で豆盆栽の展示会やるんですけど、その時にうちの売店で売ってます。はい、欲しい方はぜひそちらへ。はいはいはい展示、大学も展示するんで予定なんでしょ？鉢はね、鉢、
8? 8、6ロの今作ってる。まだ1個も完成してないけど、1個ちゃんとしたのが1個できましたよ。でもまだ釉薬つけて焼いてる途中なんで、うん、焼き上がり見てからですけど、はい、やっぱ難しいですね。そちらもご期待ください。はい、あの現代鉢作家と、教会に属している鉢作家と、それから亡くなられた方の教会に貢献してくださった鉢作家の方の特別展示を行います。素晴らしい、名前の有名な方がずらっと並びますので、そちらもぜひお楽しみください。はい、それが50周年そうですのやつ。そう、公開で50周年なんてちょっと気合が入ってる感じの。そう、特別展示は50周年記念ということで、第1回からのハガキも全部ハガキ面白そう。そうなんですよ、すごい古いんでね、面白い展示になると思いますので、グリーンクラブの1階で12日から15日1月です。よろしくお願いします、はい、入場無料です。はい、はい、私もいます。はい、実はぜひ来てください。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。おまけ。おまけ、どんなおまけなんですかこれ。2023年最後ですけど。2020年さ、そっか、最後の撮影ですか、うん、どうでした1年振り返ってですか。そうですね、今年はなんか田口さんと去年に比べてすごくずっといたような。確かに、ね、金沢行って京都行って鉢作り毎回行ってるもんね。11月だったら本当親よりずっといいんじゃないかっていう。あ、本当に、うん、じゃあ何、はい、付き合う付き合いますかでもまあそうですね、1年振り返って、でもやっぱりこういう仕事してると時間過ぎるの早いですよね。そうね、やっぱりね。来年の抱負は、来年の抱負は今年以上にもっと盆栽王の、知れてもらえたらなというのと、いや鉢作り頑張りたいです。鉢作り、ね、自分は。そうね、そうですね、ちょっとこれから出てくると思うんで、うん、鉢もっと京都で買ったね、マルコさんもそうですし、ちょっと負けてらんないなと思うんでだいぶちょっと差ありそうな鉢がね、ちょっと出てくるんで、あの正月に明けにね放送されると思いますけど、はい、結構ビビりました、ね、ビビりました自分も、うん、頑張ります。我々も頑張りましょう。鉢作りありがとうございます。良いお年を。